皆さんこんにちは、京都国立近代美術館の本橋仁と申します。今回の、京都カラー写真研究会の、末席に加えさせていただいて、この展覧会に一部関わらせていただきました。そんなご縁がありまして、今回は今残念ながら、閉館中断となっておりますが、この展覧会の会場の中で、少し自分の関わらせていただいた箇所をご説明する機会をいただきました。で、最初にご紹介したいのが、ニューハード一家の写真アルバムというものです。でこれがニューハード一家の写真なんですけど、京都は占領期にいくつかの、いわゆる大きいお家が、占領軍 の、 家として接収住宅接収されていくんですね。それは大変急なことでもあったようなんですけども、そういった中で、日本の住まいを海外のアメリカ人が住まえるように、大きな改造がなされていきます。で、このニューハード一家も、そういった接収住宅に住んでいた家族の一人なんですけども、そういったこう改造された後の家の写真が、こういうふうにカラーで写真で写されているということで、大変多くの情報量がこの中に詰まっています。で、この家は後でちょっと地図でご紹介しようと思いますが、南禅寺にはそういう大きい京都の富豪のお家がたくさんあったんですけども、そのうちの一つ、今でいう、京都市動物園の南禅寺側の出入り口のすぐ出たところにあった、家に住まわれていますいました。で、接収住宅はおおむねこう改造された内容というのは結構どこも同じなんですけども、ここ近寄っていただくとよくわかるかと思うんですが、土足で生活しています。日本の住宅、当然ながら玄関でみんな靴脱いで、生活する畳の部屋が、そういうところの居室もあるわけですが、もちろんアメリカ人なので、多くの一般的なアメリカ人は靴で生活するということで、この日本の住宅をアメリカ人の家族のための家にするために、全部フローリング敷きにしていくんですね。で、ここは多分フローリング敷きにした後にカーペットを敷いているんだと思いますが、図面の上では、ボードフロアって書いてあったので、おそらくここは下が、フローリングになっているんだと思います。で、フローリングにした後に、こうやって土足の生活をしていた、そのために、フローリングにしていたってことですね。で、下の写真見ていただくと分かるんですが、京都の住宅、私も京都の町屋住んでるんですけど、冬はとっても寒いんですね。で、多分そういったアメリカ人にとっても当然寒くって、いわゆるこう、冬の寒さ対策のためにストーブを設置しています。なので、追加でストーブを設置しているので、こんなところに煙突が出ていると。で、あと日本の住宅は皆さんも、古い住宅住まわれている方は分かると思いますが、基本的には雨戸を最後閉めるわけですね。で、それは、窓の、サッシの向こうに雨戸を、があるわけですけど、雨戸の、閉めたり開けたりという大変な重労働でもあるわけです。で、こういった、でもアメリカ人が住むために、実はその雨戸ではなくて、その家の、部屋側にカーテンボックスを設置して、カーテンを設置している様子がわかるかなと思います。こういったふうに、フローリングにするとか、暖房器具設置するとか、カーテン設置するとか、そういった大改造を施して、こういった、日本の住宅を、アメリカ人が住める住宅に改造していったという、ものが、この写真から見てもわかると思います。だからこうやって椅子で生活しているし、そんな感じで使っていますね。で、どうも写真を見ていて面白いのが、皆さんがこう使い方に困っているのが、このちょうどこの写真も写ってますけど、床の間なんですね。で、日本の住宅は当時はどこにも床の間があって、床の間があるってことは、おそらくここは結構部屋としては大事な場所なんですけど、日本ここの、図面と見比べると、ここはおそらく客間だったろうと思うんですが、
客間空間にあって本当はここに掛け軸とか掛けるところを、まあ、アメリカ人ももちろん掛け軸って、まあ、持ってる人も持ってるかもしれませんが持ってませんので、まあ、ここどうやって使おうって言った時に、他の写真撮ったんですけど子どもの遊び場にしちゃってたりとか、まあ、そんな風に、生活しています。でこういった改造の費用っていうのは実は、まあ、彼ら自身が、まあ、支払ったわけではなくて日本が払っていたようで、知ったこともあり結構贅沢な改造を当時施されたりなんかもしています。で、そのニューハード一家の、まあ、写真はもうちょっといろいろあってここら辺からじゃあ撮ってもらおうかな。これからのはニューハードの家で行われていたいろんな人を招いてのパーティーとかですね。でここでダンスをしている人がいたりで、まあ、ここが客間だったと思うんですけどそこをリビングルームというふうに改造したりなんかして、まあ、住まわれていたりするわけです。で、この資料は今回、カラー写真この展覧会のために文博さんの方で借りてこられた資料なんですけども京都の、いわゆるこう歴祭館というところには、まあ、その占領期のさまざまな、まあ、アーカイブの資料が眠っています。でこの資料は何かというとこう菩薩っていっていろいろ本の資料の束になっているのが分かると思いますけどこれは、連合軍接収した時の、まあ、どういうふうに、その家を改造したかっていうことの、まあ、見積もり書とか、まあ、請求書とかそのお手紙とか、まあ、そういったものが閉じられている資料なんですね。でその中に、図面が折りたたまれて入っておりまして、この図面がその改造した時の、まあ、そんな どんなふうに改造するっていうことが分かる資料になっています。でこれ、まあ、ちょっと多分映像だと見えないと思うんですけど扉がこうバタフライ式の扉に改造されていたりとか、玄関室が、まあ、ホールって書かれてたり、客間がリビングルームって書かれてたり2階の部屋がダイニングルームって書かれてたり、まあ、元の構造は完全な日本家屋なんですけどそれをどういうふうに、まあ、洋室の部屋へと変えていったかっていう様子が分かるとても面白い資料だなと思います。で、まあ、どこに立ってたかっていうのを最後ちょっと図面でお見せしたいと思いますがこれ、まあ、展覧会内容に何個か展示されている京都市の名サイズというものなんですけどじゃあ撮ってもらって、ここがちょうど平安神宮ですね。でこれは全体言うと岡崎公園のところです。で平安神宮があってもうこの時点ではないですけどここにいわゆる京都会館がでここは都メッセで私は京都国立近代美術館に勤めていますがその京都国立近代美術館はちょうどここにあるという、まあ、配置の関係です。で、ここに大きい動物園がもうこの当時からありますけどこの動物園のちょうど、まあ、裏口というか南禅寺側の門を出たところすぐのところの、まあ、白川通り沿いに、このニューハードは一家は住んでいました。で、まあ、これもちょうど歴祭館にある資料ですけど、今回のまあカラー写真研究会で扱わせていただいたニューハード一家の写真は、まあ、こういったこう歴祭館に入っている図面とか、まあ、こういう地図とか、まあ、そういったものを複合的にこう分析してみると非常に多くの情報が分かってくるし、まあ設計図だけ見ても実際どんな改造をされてきたかとかあんまり実態というのはよく分かってなかったと思います。特に、家の中の話なので日本人の撮った写真の中にはきっと残っていない写真ばっかりだったろうと思うんですよね。そういったものが、まあ、アメリカの、まあ、接収住宅に住んでた家族の写真だからこそそういったものが出てきたということは、こういった写真を、まあ、調査してこうやって、まあ、分析することの非常に大きな強みだなと 思いました。ニューハード一家の話はこれぐらいにしようと思います。はい、はい、お願いします。で、続けてお話ししたいのが、今のニューハードの話とはもう全然切り離していただいて、この写真に写ってる京都の街並み、特にその中でもこうお店の風景っていうのが僕は非常に興味を持ちました。今日は
僕がすごい興味を持った写真いくつか紹介したいなと思っているんですけど、今回あの京都の、まあ、このカラー写真で、戦後京都の色はアメリカになったの展覧会では、まあ、こうやって綺麗に額に入っている写真もあるんですけど、それに収まりきらなかった写真が、まあ、こうやってケースにたくさん収められています。で、まあ、今回せっかく会場の中のツアーなので、このケースの中の写真の話を、したいなと思っています。で、この中の写真は改めて見るとすごい驚く写真が大変多かったです。で、中でも今日短い時間なので個人的にすごい面白いと思ったのがこの辺りの一角の写真です。で、じゃあ例えばこの辺とか写してもらおうか。これは京都の傘の、まあ、傘屋さんの、写真です。で、これ見ていただいた通り、あの、まあ、ビニール傘当時から売ってるんですよね。で、今よりもなんかおしゃれでピンク色の傘とか青色の傘とか、まあ、いろんなタイプのビニール傘を売ってるのがよくわかるかなと思います。で、今日はこういったまあ商店建築の写真がこうやっていっぱいたくさんカラーで残っているっていうことの重要性を、個人的には感じていて、それをちょっとお話ししたいんですけど、あの商店のこうまあ建築、まあ、それはまあ僕の考えですが、こういったこうお店の写真っていうのは非常に残ってるようで記録は全然残ってないんです。で、それ商店の写真、商店が非常に難しいのは、お店ってこう没落、経営的に悪化してもなくなるし、経営的にうまくいってもどんどん更新しちゃうんで、あんまり建物って残らないんですよ。で、内装ってほとんど、結構短いスパンでどん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 更新されてしまうので、ほとんど記録が残ってないっていうのも、まあ、一つあります。で、あともう一つはやっぱ建築以上にまあ、建築家がいわゆる建築家が関わる領域だったりじゃなかったりするので、あんまりこう商店主さんが考えて作ったものとかそういったものがあるので、きちんとしたこう資料としても残っていかないっていうものがあります。で、今日ちょっといくつかの資料を持ってきたのでお見せしたいんですけど、これは改めて再編集された本なんで、本当の本はすごい薄い本の、薄い本がたくさん出てるんです。135冊だったかな、出てるんですが、今日、建築写真文庫っていうシリーズがあって、これは都築京一さんが再編集されてまとめた一冊の最近出た本のバージョンですが、こういう建築写真って、まあ、いわゆる建築の雑誌とか、まあ、いろいろあるんですけど、それってどうしても建築そのものを扱っていて、その中のインテリアとか、商店ショップのデザインみたいなものまでは実はあまり記録が残ってないんですが、これは建築写真文庫というのは一人 の, あのそういうこう目を通してまとまっなんかこう出版された本なんですが、非常にこう内装のインテリアとかそういったものが、紹介されている本です。で、この本はそういった意味で非常に当時の、昔の、まあ、商店の様子を知ることができる貴重な資料として今では考えられている資料なんですが、1953年からですね。で、1953年からまとまった商店の本がまだやっぱりモノクロなんですよ。で、これは非常に大事なことで、今回展示しているのは戦後の写真ということで、45年以降のカラー写真が展示されています。で、店舗のデザインはいつ頃から始まったかっていうと、店舗のショップのデザイナーとして、まあ、最初期の人間として知られているのはこの川北連志郎という人です。で、この人が、ショップのデザインということにの重要性ということに気づいて活動を始めるのが実は戦後のことなんですね。で、この本が出たのが1948年です。で、これはどんな本かっていうと、ちょっと内容を見ていただくと、これは姫路のに今も、もうこの建物じゃないですけどある大和屋敷っていうデパートですけど、そういったもののショップのデザインの話とか、まあ、どういうふうにお客さんの動線を分けなきゃいけないとか、
どういうふうに陳列すると人がまあ分かりやすいかつ何ていうか商品に目が行き届きやすいとか、まあこういう本ですね。でこういう事例集になってるんですけど、さまざまな事例がここに紹介されています。でこれ目が書いたんですけど、こういうふうに目、ショップのデザインは目が行き届かなきゃいけないとか、盗まれないようにどういうふうに設計しなきゃいけないみたいなことがひたすら書いてある本です。で実はこの中に傘屋さんの設計も載っておりまして、洋傘の陳列方法、パラソルの展示方法って言って、まあ、こういうふうにいろんな、これ目ですけど、下から上からこう見下ろすように傘を展示するとか、あとはこういうふうになんか波打つように傘を展示するとか、あとはこういうこう躍動感あるように展示するとか、まあ、こうくるくる巻いて展示するとか、まあ、様々な展示方法を書いたんですけど、この写真本はまあ昔から僕持ってて、果たしてこれ本当にやってたんかなっていうのはずっと気になってたんですよね。で、これすごい、まあ、事例集なんで大変面白いんですけど、これが実際どうだったかっていうのはもう正直写真に残ってないんです。さっき言ったようにきちんと内装のショップの中が紹介されるのがこの53年以降の建築写真文庫からぐらいなので、彼がやった仕事っていうのは正直わからないし、まあ、彼だけじゃなくて当時の戦後から、昭和の、まあ、戦後の、まあ、ショップのデザインっていうのはよく分かってないわけなんですが、今回見てみて、あ本当にやってるじゃんってさっきお見せしましたけどっていうのが分かったっていうのが非常に大きい、ということと、あと同時にこの本さっきお見せしたようにモノクロだったと思うんですが、川北連志郎はこの仕事の前に何をやっていたかっていう と、この構成教育っていうことを非常に熱心に、啓蒙していた時代があったんですね、この仕事の前で。この構成教育というのは実はそのルーツはバウハウスにあって、でバウハウスはまあご存知のようにドイツにデッサルのこう、まあ、有名な世界遺産の校舎がありますけど、あそこはあくまでもデザインの事務所じゃなくて学校なので、そこでは教育活動が行われていたわけですが、そこで行われていた教育のやり方カリキュラムみたいなものを日本にそっくりそのまま持ってきて日本風にアレンジして作ったのがこの構成教育っていうシステムなんですね。で、その中で特に川北連志郎が大事にしてたのが色彩教育だったんです。でどういうふうな活動をやっていたかっていうと、色紙貼ってこう並べてこうどれが魅力的かとか、どういうふうな置き方色の置き方をすると綺麗かみたいなことを、彼はこの本の中でたくさん述べてるんですね。でここからのここなので本当は多分色のこともここの本にもたくさん色のことも書いてあるし、ここから彼同じ人間がずっと地続きでやってる活動なんで、本来はこの本の内容は色とセットのはずなんですね。どういった色彩で目を引くかとか、彼はすごくこう、まあ、愚直な言い方をしていて、目立てば目立つほどいいっていうことを言うんですけど、そういったところに当然色っていうのは使われていたはずなんですよね。だからここで見ている世界モノクロですけど、実はここにはたくさんの色が本来は散りばめられている本なはずなんですが、まあ、実際まあそういった印刷の問題とかさまざまな問題でそういった色っていうのがどうだったかというのは分かっていないわけです。でもこの子に書いてあった傘の写真、傘の展示の方法とここの様子を見比べると、あ本当にこう色も傘自体が色ついちゃってますけど、色も非常に展開しているし、なんだろうないろんなこう、まあ、商品を見せるっていう取り組みを、単なる展示だけじゃなく、あ見せ方だけじゃなくて、まあ、色も含めた見せ方というかねをしていたんだなということが、まあ、これ見るとすごいよく分かったというのが僕の一番の驚きでした。で川北連志郎はすごいそういう、まあ、テンポをどうするかみたいなことっていまだになんていうかなちゃんとした体系というのがなくて記録もないし、まあ、みんなすごくそれぞれの分野で、いろいろ、まあ、
取り組みはされてるんですけど、まあ、店舗っていうのはどうしても建築と切り離されていつも語られてきてしまっているところがあってよく分かってないっていうのはさっき言ったことですけど、また改めてその店舗学みたいなことを始めている人たちがいて、まあ、これテンポロジービジョンっていう冊子ですけど、この中でも改めてその店舗学の、まあ、一番最初の先駆けとして川北蓮七郎っていう人が改めてこう今見直されている時期なんですね。で、まあ、そういったこともあってこの写真というのは、まあ、もちろん占領期の写真という意味もあるけれども、私たちがよく知らなかった店舗の色っていうことを知る意味でも非常に貴重な資料だなっていうふうに僕個人は感じて、この辺りの写真というのに非常に興味を持っていました。まあまあ、そんなことで、まあ、こう選ばれた写真もありますけど、こういう細かい写真もたくさんある展覧会場になってますので、皆さん改めて再開館の折にはぜひ実際の展覧会場で写真見ていただけたらなと思いました。ということで以上になります。どうもありがとうございました。